偽りの楽園を抜けた先は。みんな走って！美しくも過酷な世界。それってノーマンが残していった。そう、ミネルヴァさんが私たちを導いてくれる。深い森で行き合ったのは。こっちよ。クローネが言ってた。外に人間はいる。あなたは誰？何者？なぜ鬼が人間を助けたんだ？鬼なんだよな、あんたもあの男も。鬼ね、そう呼ばれた頃もあったな。エマ！耳の傷が開いてる。終わりだ、諦めろ。みんなはどこ？食事の支度って。まさか。遅かったな、みんな死んじまったよ。こいつらどうした？顔色悪いぜ。よく逃げてきたわね、あの農園から。絶望が支配する世界で少年少女は抗い続ける。生きるよ、俺。生きて家族を守る。戦わなければ守れない、仲間もお前自身も。自由ってなんて美しく、なんて過酷なんだろう。約束のネバーランドシーズン2。俺はリムルテンペスト、一匹のスライムだ。うんうん、今日もテンペストは平和そうで何よりだ。人間だった俺は通り魔に刺されて死んだと思ったら、こっちの世界でスライムに転生して暴風竜ベルトラと友達になったり、魔物たちの国を作ったり、みんなを守るために戦って、シズさんも未練、子供たちも無事に助け出すことができた。大変なことがいろいろあったけど、なあランガ、こんな平和がずっと続くといいな。お初にお目にかかります、ジュラテンペスト連邦国の名士リムルテンペスト殿。テンペストの発展のためにユーラザニアとの交流を決定したのだが、何やらとんでもないことに。あなたの相手は私です。そしてガゼル王に招待されてドワルゴンへ来ました。楽園へ。俺はあの国王は好かん。あの王は欲深すぎる。リムル様、お逃げください。何があった？敵です。それも想像を絶する強さの。はじめましてかな。もうすぐさようならだけど、君の町がね、邪魔なのよ。だから潰すことにしたの。なんだって？俺たちの新しい仲間、ウィザードのミューランだ。テンペストの重要性は一気に跳ね上がる。テンペストを目障りに思う国もあるでしょうな。例えばファルムス王国など。我らは人類の法を守る者として、魔物の国など断じて認めぬ。面白くなってきました。大戦争が起こりますよ。私は魔物と人間の橋渡しとなるような国家を築きたいと願っております。リムル様、勝てる気でいるの？勝ち誇るのはまだ早いと思うけどな。転生したらスライムだったけ。俺を信じろ。2021年1月より放送開始。聞かせろ、メンタリスト。うまくいけば本当に司ちゃん帝国無血会場で70億人を救える。良いのだな、殺して。もしかするとその腰の物騒なもんは出番すらねえかもしんねえぞ。情報の挟み撃ちだ。
全ての準備は整った。科学王国全軍出撃だ。やあ千空。よう司。枯れ果てたここに留まる。あたしの仕事はあんたらの監視だ。あんたたちと慣れ合う気はないよ。すごい判断だよ、あんな場面で。実質君の勝ちだ。ああ、シンプルでいいわ、新世界。この原始のストーンワールド、最後に制するのは。1月14日放送スタート。どうやらまだ君は覚悟の研ぎ方が足りてないらしいね。ならば足りない覚悟を研ぐついでだ、君をもう一つ追い詰めよう。君はすでにこの聖域で起こる多くの問題に直面したはずだ。だが問題はこの聖域だけに限らない。屋敷を死角に襲わせる依頼は私が出したものなのだからね。君は最も大事なものを選ぶことになる。一つ取りこぼせばあとは止まらない。やがて君は完成する、唯一以外を救わない存在として。友達の前でカッコつけるのなんかやめちまえよ。友達としている悪巧みの調子はどうなの。ロズ号の待ち人は数号だったというわけじゃな。私がずっと氷の中にいたこと、スバルに話したことなかったよね。いつもよりちょっと体が小さいかな。思ったより限界が早そうだね。ロズワール、賭けをしよう。俺とお前の願いをチップに。リ、ゼロから始める異世界生活セカンドシーズン後半クールは2021年1月放送&配信開始。限界をぶち破れ。行かせてよかったのか。ここには命の保証なんてない。先輩は納得してるふりしてるだけ。私は自分で選択し続けます。その無垢な心と悪魔のような体をフル活用して考えるのです。ヒントはあなたの中にあります。姉が未来に何度でもずっと食らいつくこの間違いだらけの世界。理想論だけで強くなれるほど世界は甘くないぞ。強くなればなるほど不幸になっていくお前、僕はもう見ていられないよ。こんな最後を迎えるために生きてきたんじゃない。生き抜け俺。ルイ先輩、あなたがいたから俺は怪物にならずに済んだんだ。呪いを解いてくれ、弁護士。ヒーローになれよ。ただ君を守る、そのために走る走る走る。
強さは幸せになるためにあるんじゃないんだ。円卓会議はもうおしまいなんだ。皆さんお待たせしました。グエフ、アニメロゴホライズンにシリーズ最新作が登場です。パンツ見る？着る。およそ6年ぶりの最新シリーズでは、渦巻く陰謀の中、秋葉の街は崩壊の危機に。まずは動こう。シロエがレイニシアが知略と勇気で立ち向かいます。キャッスルオブストーンをロゴホライズン円卓崩壊、 E テレで来年1月からスタートです。どうぞお楽しみに。問題山積みっすね。ようこそ皆さん。無事赤牙球から脱却をした皆さんは、今日から私たちと一緒に働く赤血球です。同じ任務を背負った私たちは家族のようなもの。助け合い、手を取り合って一緒に頑張りましょう。働いても働いても何も変わらない。僕たちは一体何のために働いているんですか。ゴーゴーゴー、走れ走れ走れ、力尽きるまで働くんだ。どうしてこんなに人が足りてないんですか。ストレスのせいだな。生命維持を優先させるために末端への血流が減ってる。ちょっと赤血球さん、最近酸素の供給が全然足りないよ。どせんだよ、酸素一つ持ってくのにどんだけかかってんだ。挨拶なんていいからどけ。ボサッと生きてんじゃねえ。あ、すみません。いくら命令だからって冗談じゃない。同じこともう真っ平だ。僕たちの仕事は命を懸けてまでやるものなんでしょうか。それでも働くんだ、仕事がある限り。きっと消えない、今日は言えない。堀さんですよね、一組の。あなた同じ学校？何言ってんですか、同じクラスの宮村ですよ。なんか最近セットをよく見るね。あいつは予想外。きっと消えない、今日は言えない。最近堀と仲いいよ、付き合ってんの。次体育だぞ。そっちに日があるなら謝ってほしいだけなんだ。堀さんは宮村くんの彼女？石川くんは堀さんが好き。宮村なんか楽しそうだし。なんか私以外の人に宮村のそういう格好とか見てほしくないな。堀さん、俺さ、堀さんのこと。なんであんたが私の株とか気にすんの。堀さん、言わなくていい。宮村は誰のものでもないでしょ。変だけど嫌いじゃねえ。お前はちょっと不器用なだけ。友達なのかな、これって。誰しも他人には見せない一面がある。私たちは他人には見せない時間の共有者になった。堀宮、1月9日より放送開始。うわーい、さ、見つけた。なんか硬いものに覆われてる。え、何この状況。暗っ。授業中だった気がするんだけど。とにかくここから出ないと。自由だー。転生するにしてもなんで雲なわけ。ま、それならそれで楽しそうだからありかな。我を思う、故に我ありってことでやってこ。今私の方で保護している子たちは11人なのですが、モンスターになってる子はいないですね。もう二度と逃げたくない、逃げたくない。強くならなきゃ。私にトラウマを刻んだこの場所であんたを倒す、誇りを取り戻す。
だだ、最後まで、最後の瞬間まで諦めてやるもんか。雲ですが何か、2021年1月より放送開始。直接まみえるのはこれが初めてか。そして最後だ。エリザベス、とにかく急ごう。今のやつはあまりに強大で不安定だ。エスタロッサだけは絶対に許さねえ。俺には果たさなければならない目的があるんだ。この命に変えてでも。この巨大な眉は一体。私の一撃に無傷とはおこがましいですね。約束したじゃない、僕と君はずっと一緒だって。もう一つ、メリオダスを元に戻すだろう。団長、どこだ、答えろ。叫べ、そんなにじゃれたきゃ付き合ってやる。かかってこいや化け物。これは天空演舞場の跡だわ。さて、年甲斐もなく暴れるとしようか。このゼルドリス本来の魔力だ。とくと味わえ。私を守ろうとする覚悟は受け止めよう。邪魔せず見てよ。エリザベス様を返すんだ。俺のもの。我が恩寵先行に焼かれもだえよ。向こうじゃみんながお前のために踏ん張ってんだぞ。必ず約束は果たしてもらうぞ、メリオダス。ここにいたのかよ。名前はもう決めてくれた？ああ、ルーデウスってどうだ？いい名前ね。鎧の巨人の継承者が。
お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。始祖ユミルの出現から今日に至るまで、どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年、その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むあるものに奪われました。その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。お、シチュー。2日目のシチュー。腹が減っては戦はできぬだよ。いただきます。いいな海。お、大吉。こっちと。やる気満々やな。あ、明けましておめでとうございます。じゃあそうはスパーンキン。ほい。相変わらず自由だなこいつら。初日の出なんて何年ぶりやろ。贅沢な時間の使い方だ。私もソロキャンプやってみたいな。よし、出発だ。ゆるキャンシーズン2021年1月、放送開始。理不尽で不平等、それが人生だ。本気で向き合いなさい。英雄学校の試験に受かるために強くなりたい。効率よく強くなる方法は？隠しダンジョンに潜るのです。よくぞ来た。私はオリビアサーバント、超超超一流の冒険者。パンパパパーン。オリビアのスキルはノル君に受け継がれました。創作のスキル、付与のスキル、編集のスキル、工夫次第でどんな強力な攻撃もできる。 LP 変換？気持ちいいことをするとその幸福度に応じて LP に変換されるの。例えば性欲、魅力的な異性との触れ合い。別にキスくらい幼馴染みだし。まだ頭痛いの？わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。大好きです。あ、お兄様どうですか？アリスの膝、膝枕。ノルだな。あ、ケアルはどんなクラスに目覚めるかしら。もしかして勇者にだって選ばれるかもしれないわよ。そしたらアンナさんにも恩返しができる。
お主のクラスは回復術師だ。俺が勇者だなんて実感が湧かないです。この世界を魔王の脅威から救いましょう。さすがは王女フレア。俺はケアルを可愛がってやってるんだぜ。ほら犬、お仕事の時間よ。俺はやり直す。望む未来を手に入れるためにヒール。弱いケアルはもういない。俺は生まれ変わった。感じます、あなたがとても大切な人だということは。刹那は強くなってみんなを守りたい。誇りある我がクライレットの剣を汚すなんて許せない。私は小娘なんかじゃない、立派な大人なんだから。あなたが正気だってことは黙っていてあげる。どうしてお前はそんなにも愚かなんだ。もう壊すしかないじゃないか。殺してと懇願するまで楽しもうじゃないかな、フレア。古来よりこの世に潜み、人に見つからぬよう人と関わり合って生きる者を獣と言ってな。俺たちはそういった連中と人の間に立って、相談事から喧嘩の仲裁、果ては葬儀屋まで何でも請け負う探偵事業、あもとい獣屋さんってわけだ。俺の親は獣なんですよね。カバネ君のこと同じ汎用の子だから気になってるんでしょ。普通親ってのは子供と離れ離れになったらその子供を探すもんだ。親に会いたいか。連れて帰ってくるってことは帰るとこないってことじゃん。僕らと一緒だよ。俺の人生には昨日まで明かりがなかった。でも犬神さんが火を灯してくれた。だからその火は絶対に消さない。強くなりたい。カバネ君、アキラ、稲荷様は今のお母さんみたいな人。さてはてめえも狐か。これさえあれば糧である人間いらないってことなんだよ。カバネ君ってちょっとだけ兄さんに似てるんだ。兄さん、半分人間であることなど忘れてしまう。本能に従うのだ。動かないでくださいね。カバネはためらわない、故に強い。獣事変、2021年1月10日よりテレビアニメ放送開始。ここはやっぱり田舎みたいな。いや、レンちゃんがさ、トマトが寒がってるみたいなこと言い出して。どんだけじゃ寒そうなん。え、あれ、まさかこの流れ。二人とも手なんて繋いでどうしたの？カバネ先輩！お姉ちゃん、トマトありがとう。お姉、よし、決めた。次の発表会はアカネちゃんをソロに全力で押すね。え、そんなソロなんて無理に決まってるじゃないですか。アカネちゃんだっけ？うちこちらや夏美、よろしく。ほら、年上に何タメ口聞いてんの。一応5年生で。すいません、何か早とちりしてたみたいで。
いいよ、全然大丈夫ですよ。お前の親父は王女を守るため命尽きるまで戦った。嘘だ、嘘だよ父さん。大国オルタンシア、その700年の安寧は悲劇によって崩れ去った。これからは俺がこのオーベルを治めなきゃならない。王女はその身を偽って生きていかねばなりません。僕には力がいるんだ。もう泣いてるだけは嫌なんだ。大切な人たちを守るために俺は強くなると父に誓った。真っ先に新しい世界へ生まれ変われる日まで。しぶとい野郎だ。貴様が父さんを殺したのか。アルフレッド、絶対に主を、大切な仲間を守るんだ。あなたにはこの国の本当の姿がまるで見えていない。ついに捕らえた。この女こそ石碑病の魔女。実は仲間に隠してることがあるんだ。どこまで歩こうと変わらない未来や。マリアさん。オーベル領主、我らは教会騎士だ。その剣を抜くことが何を意味するか。どうならば理解しているであろう。俺は父さんから受け継いだこの剣で何と戦わなければいけないんだ。あの魔女は処刑が決まった。いかなる手を使ってでも始末しなさい。俺はオーベルも仲間も全て守る。それが俺の正義だ。さようなら、アルフレッド。マリア！テレビアニメオルタンシアサーガ、2021年1月放送開始。303よりプリースト23、快適予想時刻プリースト、ネクスト10。飛行怪獣って一体何が？なっか筋肉までは。マイいつまで沈水しとんのじゃ。私はマイブラドトランシルバニア、名門トランシルバニア一族の末裔でございます。いや、飲みたいんじゃ。貧血部部長バンバン水がバンバン、私がこの子を守っちゃう。ダンス部部長運転ナミ、はいさ。英検部長渡部真希、コスプレ同好会会長今野薫、はいにゃん。風紀委員長隅田仁、おら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 。こんなもんじゃ足らぬぜ。もっともっとチームを。前を我らの管理下に置くために献血部を立ち上げ。献血部、相手の者を守るためには体を張って全血液を通して最後まで守り抜く覚悟が必要であると。人の話を聞かんか。私はたまたまこの海辺に泳ぎに来て、メメクラゲに左腕を噛まれてしまったのだ。千尋先生、どうか私立をしてください。私立も国立もあるかい。もうもうもう、何その気になってんだよ。もう朝はクラクラ、思考だだ漏れ、気分ゴクゴク、無理はダメダメ、 SOS 刺されます。
鮮血に彩られた美少女ヴァンパイア、危険な同棲生活なんて。フランケン安八君。マイの父ジルド・レイです。あんたはマイのこの愛らしい顔の下にどんな真実が隠されているのか。フランケン出動せよ。そうはいかぬ金メッキ。今のマイは一人じゃない。私が夜間部のチー友達がいる。5日間で取れんものは5年かけても取れん。ある映画監督がそう言うとった。泣き、わめき、魂を削り合い、生と死の極限をひた走る武装探偵者やポートマフィアのキャラクターたちが、悲しみに触れてあなたの涙がこぼれる時、まさかの愛らしくミニマムな姿となって、ボケてツッコミ、大暴れ。あなたの名前を僕の名前、キャラクターたちが大騒ぎして、ほんわか癒される。ギャグスピンオフバラエティショーがついに開幕。文豪ストレイドッグス1、2021年1月12日よりテレビアニメ放送開始。今まで俺はずっとこう思っていた。物事ってのはそう簡単には変わらない。ましてやほんの一瞬で世界が変わっちまうなんて。俺がやったのか。この機械の塊が俺だって。俺の名前は夏目明だ。喋った。私は上園美波、よろしくね。アンドロイド。私はアルマシリーズプロトタイプです。すごい処理速度。これがエクサームの力なのね。港湾地区で密輸組織が取引していたものは間違いなくエクスアームです。2人目を確保。本部、ターゲットを排除。だからこそ全て回収し破壊する。無論貴様を含め。あの子たちはどこだ。あなたならできるはず。早く私の中に入って。早く。私の AI にアクセスして私の体を動かしてほしいのです。おい、なんだありゃ。二脚戦車だ。2020年の東京テロ以来、この国は全てが変わってしまった。凄まじいデータの量だ。必ず見つけ出してやる。モラウ様の邪魔者は排除します。俺にはどんな攻撃も効かねえのよ。モラウ様は私と約束してくれたの。このアンドロイドの私と。お前は全人類敵だ。アキラ、もう一歩踏み出せるか。アニメエクスアーム1月より放送スタート。その先は裏世界って言って聞いたことがあるんだ。私が見て。あっちの世界、危ないことばっかりだけど、あなたが撃てば一番ヤバいのは青くなった時。青くなった時だ。当たるんだ。近くにヤバいやつがいる。私西名トリコ、あなたは神越そらおって言います。白くてくねくねしてて。八尺様、白いワンピース姿の身長2メートルを超える女に襲われる話。狩りに行くの。キサラギ駅、もしかしてサツキなの。ヤバいやつ。何なのこれ。裏側から持ってきていいの。そこ誰かいますか。トリコ撃って。ここで死んだらどうなるんだろう。私がいなくなっても誰も気に留めないだろうな。友達いないし。私がいなくなってもここで死んだら、私がいなくなっても誰も気に留めないだろうな。誰
誰も気に留めないだろうな。やっぱりサツキだ。トリコ待って、違うわよ。オフィーリアかと思った。知ってる？共犯者ってこの世で最も親密な関係なんだって。共犯者？私がいよいよヤバそうになったら、その時は。確かに僕は非力です。でも僕の目指すかっこいい軍人はこんなことを聞いて見過ごせる人じゃありません。何でもします。僕頑張ります。だから、ちょっと待った。すいません、こんなの大したことないですよね。なーに、脅かしてくれちゃってこのチンチクリーン。口に合うかは分かりませんが。すぐボロを出すのは相変わらずじゃの、マリーちゃん。私の運命の人だったのですね。やべえ、こんなやつも来るのかよ。ライド様のおぼし飯ですわ。あんたがスカウトしたんじゃないのかよ。こいつは決してただ者ではない。だってロイド君はラストダンジョン前に存在する伝説の村ゴンロン出身者なんですから。もしも大きな壁が、あの返事待っています。俺には認められなきゃいけない目的があるんだ。こんな時何もできないなんて嫌なんです。同居までしている人間があいつの強さ知らないわけないだろう。ロイドを巻き込まないという約束はなんとか果たせそうじゃ。何してるのロイド君。諦めたくないんです。どんな夢でもやってみなきゃわからないですし。スケートのレースがあるんだよ。閉鎖された鉱山で関係者しか入れない特別なレースが行われる。その名も S。 山頂から一番下の廃工場まで一気に滑り降りる。その間攻撃、妨害、何でもあり。とにかく先にゴールしたやつが勝ちだ。それって最高じゃないか。まだ試行錯誤中だけど興味ある？乗ってみるか。いや、俺は。ああ、これ人が立てるようにできてないだろ。ここでボードに乗ったからには滑るのがルールだ。 OK マスター。乗るか。スケートってのはノリで滑るもんだろ。いいよ、乗せられてあげる。おかしいですね。ここは巡回から外させたはずですが。契約成立だ。ようやく君と滑れるね。お前の幸せは何だって。痺れた。何が幸せかなんて答えられるやついるか。でもなんか良かったんだ。最高だったぜ。最高。俺は知ってる。俺の幸せは。初回はサービスだ。次からは財布を持ってきな。何せ特別なガチャだからね。君の欲しいものが入ってる。友達さ。割れるのかな？っていうか、割ってもいいのかな？友達になったら何をするの？それって楽しいの？私可愛いリカ、可愛いリカ、覚えやすいでしょ。大丈夫、僕が守るから。エッグを割れ。エッグを割るんだ。エッグ？ワンダーエッグさ。何が入ってるんだろう。
ワンダーエッグプライオリティ。普段は地味な私だけど、こんなに大胆になっちゃうなんて。真面目でけなげで、だけどエッチなオフィスラブアニメが始まります。テレビアニメ地味編、2021年1月放送開始。疲れてる時って風邪ひきやすいだろう。心が弱ってると怪ってやつらが体に入り込んでいたずらするんだよ。先生、とても最善策とは思えません。黒、赤の棚、左から3列目。危険な怪具は人を誘うの。怪具が人を使うのよ。何か思い当たる原因があるみてえだな。俺がそれを治す医者、怪病医ラムネ先生だ。ふざけないでください。それからお聞きしたいことがあります。言ったでしょ、賞賛のない勝負はしないって。いらっしゃいラムちゃん。またそんな荒領事を。けどまあ最後に選ぶのは本人だ。どんな未来を望むのか自分のために選ばねえとダメなんだよ。怪病医ラムネ、2021年1月放送開始。ここが動物たちを作る部署、天地創造者のデザイン部よ。君にはこれから新人天使として神様とここの連絡役をしてもらいます。はい、頑張ります。下田です、よろしくお願いします。あらあら、いけない子。馬はいくらでもアレンジ可能なデザインだよ。なんか美味しいもの食べたいな。俺は自分のスタイルに誇りを持ってる。美を追求するのって大変なのよね。ロマンチックでしょ。それにこの方が可愛いから。オッケー、それでやってみる。採用。可愛い、美しい、かっこいい、すごく怖かったです。相変わらず変態的技術力ね。そうだ、青にしよう。俺の可愛いヘビが超プビー。それ味見していい？うんこ、うんこ食って育つの。飛んだ、こんなでかい動物が飛べるか。ジャイアントのお任せがお任せだったことなんかない。典型です、典型です、典型です。俺はもしお前に負けたらフィギュアをやめる。君は一生僕には勝てない。フィギュアやめた方がいいよ。やっぱバスケ部入れよ。前島やだよ、俺は美味しいとこだけ欲しいの。練習嫌いだし。未完の大器、かつての神童前島健生、復活の狼煙を上げようぜ。引っ張り上げてやる、お前を。今さらお前の居場所なんてこっちにはないんだ。スケートリーディングはチームスポーツだ。お前は自分勝手すぎだ。なぜスケートリーディングに転向を？僕は一アスリートとしてスケートリーディングでも頂点を目指します。どれだけ偉くなったんだか知らねえが、簡単に俺に負けることになるぞ。そう言って実際僕に勝てた奴はいない。モテるには目立つ。落ち着いて、こっち向いて。引っ張り上げられたのかこいつに。はしゃいで怪我すんじゃないわよ。お手並み拝見だな。待って、待ってください。楽しそうじゃないですか。俺はもっといける、もっと飛べる。いけ！スケートリーディングスターズ。物語は次の夢へ走り出す。外からルドルフ、外からシンボリルドルフが来る。誰よりも速く走る。混じり気のない戦いの向こうに人は果てしない夢を見る。シンボリルドルフ今ゴールイン。
皆は彼女らに夢を抱き、ウマ娘と呼んだ。君の名前を聞いてもいいかい？東海帝王です。彼女は皇帝と呼ばれた絶対を継ぐ意志。現れた2つの才能はやがて1つの舞台へと向かう。来た、マックイーンが動いた。バードに入ったメンズル・マックイーン。応援しています、ライバルとして。君と夢をかける。テレビアニメウマ娘プリティダービーシーズン2、2021年放送開始。東海帝王、私たちはその名を心に刻む。リンガリンド、その地は壁に囲まれた世界。リンガリンドは今大きく2つの国に分けられる。知性こそ人の誇りであると考えるリュート共和国、そしてもう一つは武勇こそ人の誉れであると考える劣化外帝国である。リュートと劣化、2つの大国に翻弄される小さな集落の数々。その中の一つ、エッジャ村にある日一人の男が現れる。記憶を持たぬその男、その名はバックアローだ。マインドアッパーを持て。今我が信念権限せ、刮目してみるがいい。おい、あのでかいのは何だ。さっきの腕輪がつけた人の信念とリンクすると巨大な機械になるんだよ。その人が最も信じる精神支柱、それが実体化したのがあのブライハイトだ。まさかあんたブライハイト？知らなかったくせに無理よ。心配するな、俺は強い、多分な。見逃すな。なんだてめえの信念は。なんだろうな、まあ今からゆっくり考えるさ。なんだあのブライハイトの戦い方。なぜ人と人は殺し合わなければならないのでしょう。私は姫のご意志を実行するだけだ。マロ、お願い。よし来た。お前の頼み受け取った。バックアロー。両手いっぱい大きく息吸い込んで、前を向いたら行けるよ、どんな場所でも。雲間から覗く日差し眩しくて、思わずキュッと目をつむる。美少女にしかチラシを配らない主義だから。アキラでいいよ、セリア姫。あんたみたいなぼーっとした子には絶対無理。ここはラブミンが一肌脱ぎ
りましょう。この身に受けてもヘブンリー、誰も知らない空を追い隠す白雲。あなたは自分がどこから来て、そしてどこへ行くのか知っているの？そんなのわかんないよ。できないなんて誰にも言わせない。だって私には君が、君がいるから。やっと組めたがね。アニメやっと組めちゃん観察日記が始まるがね。名古屋の魅力をたっぷりお届けするでよ。名古屋の魅力ね。東京もんがうるしゃー。やっと組めちゃん観察日記3冊目、放送スタート。ここは音楽の街、ミディシティ。おー、センタータワーだ。キラキラしてて、なんだか夢みたい。最高の仲間と最高の音楽、最高のライブのスタートにゃん。ショーボーイロックスターズ2021年1月、放送開始。かつての死チャイルドマンを手にかけ姿を消した姉アザリー。彼女を追いたどり着いたのは魔術師と敵対する町キムラック。魔術師オーベンの戦いが再び始まる。今こそ魔術師を根絶する絶好の機会かと。私ずっと退屈していましたの。あなただけの力では生徒へは入れない。生徒以外の全ての人間と対立する今のやり方じゃキムラック教会は滅びる。私たちは行動すると決めたんです。現在の体制を変えなければ。戦いは生死をかけた殺し合いだ。その怖さがわからねってんならとっととここから引き返せ。決心さえすれば。まさか生きて帰れると思ってはいまいな。死の教師だかなんだか知らねえが他にやることねえのか。派手に始めたらね、キリランシオ。レッキーやっちゃって。きっとあなたは破滅する。あなたは私を。魔術が使えなくなった。僕の王子様が神殿の中にいるんです。だから助けに行きたいんです。我は放つ光の白刃。日頃の行いがいいからどうにかなるわよ。怖いね、魔術師さん。打つべき手が何もなくなったら何でもいいから全力を尽くす。あんたが言ったんだ先生。サクセサーオブレザーエッジ、呪文を唱えてみろ。俺は俺だ。昔も今も。魔術師オーフェンはぐれ旅キムラック編。イスターシバの問いはただ一つ、後継者は誰だ。国から捨てられた町、東京暁トップ。法の及ばないその町で己の正義を信じ生きる者たちがいた。神が封印されしディバインタトゥーを宿した者たち、人は彼らをスカードと呼んだ。テレビアニメプレイタの傷、2021年1月放送開始。
私を誰だと思ってるのよ。天才アイドルよ。あの歌声、あの笑顔、近くで彼女を見たら誰だって虜になりますわ。君はどうしてアイドルになろうと。私が永瀬真奈の妹だから。それで十分理由になりませんか。この胸が教えてくれるんです。きっと私にアイドルになるって。今始まるストーリー。驚いた。まるでマナちゃんが歌ってるみたいだったわ。すごい。私たちと全然違う。忘れるな。くだらないことにとらわれているうちは永瀬マナには追いつけない。勝ち上がっていける自信は。負けられないよ。だって私はいろいろ背負ってるもん。ヴィーナスプログラムの頂点に立つこと、それが私の目標です。琴乃はきっと私のためにアイドルになろうとしてる。もっと練習して頑張って、あんなアイドルになりたいです。どうすれば私たちは勝てますか。これでもアイドルとしてのプライドはあるの。どんなに上手い子にだって、たとえ私と同じ歌声を持ってる子にだって、私より上手く歌えるとは思わない。私の歌は私だけのものだから。ある日、第二次時空心に巻き込まれて転移した先は、謎の金属生命体ニメシスと人類が死闘を繰り広げる別時空の平行世界だった。唯一ニメシスを倒すことができるのは、 LBX を身にまとい装甲娘として戦うことができる転移してきた少女たちのみ。元の世界に帰るために私も装甲娘として戦いの日々に巻き込まれていくことに。あなたのロゴスに慈しみ、アイドールズです。シェアハウスで暮らす私たち4人は急なライブが決まって大騒ぎ。じゃあいつも、これは空席祭りのアイドルがライブハウスを満席にするために奮闘する10日間の熱くてゆるい物語。新番組アイドールズ、1月8日金曜夜11時放送スタート。今まさに精鋭1108人の臨終士は育った。究極の技術と知恵、そして浜八陣を携えた中士たちを大陸全土へ派兵する時が来たのだ。裏料理会五個性高一点聖眼子ミラ、私の調合したスパイスで全ての料理は一つ上を行く。何人もこのミラを倒すことはできません。わいこそは飛天耐性呪術見せたるわ。大鉄板の上に長橋が踊る我が部族最高の料理妙技を。絶対腐敗、五個性の敗北はあってはならねえんだよ。炎は中華の根本、見せてやろう大陸最大の豪華を。竜魔王氏ようこそ我が牙城闇の迷宮梁山泊へ。海遊、お前が中国料理界の元凶か。これまでの裏中止とは桁が違う。絶対腐敗、それが五個性の代名詞なんだ。この大陸は広大な食大陸、食わせる者にこそ人民は付き従う。何が料理で人を支配するだ。ふざけるな。料理は
人を幸せにするものだよ。薄汚ねえてめえらに魔王には指一本触れさせねえ。もう一度地図をかけて戦え。姿勢とレオンが相手だ。僕は失ったんだ何もかも。こんな特級中止の紋章なんて僕には。誓っただろ、いずれ頂点の大舞台で再勝負をしようと。こんなところでお前が潰れてしまっては夢の続きを追えないだろう。叩き潰すぞ竜魔王神。新たなる時代を作るのはこの私よ。魔王、高校生だろうが何だろうが必ず勝つ。最終決戦だ、裏料理会。